どうしてこんな時に。とにかく遠くまで飛ばされないうちに追いかけねば。閉じていろ。いいからさっさと目を閉じろ。もういいぞ。で、ハンカチとは。さっきお前が言っていただろう。ハンカチがどうこうと。よかった。すまない。これはとても大切なものなんだ。それでも助かった。本当に感謝する。さて、これで筋は通したな。では、くたばれ。咲き誇れ、アマリリス。ほう、今のをかわすとは。いいだろう。少しだけ本気で相手をしてやる。女子寮に侵入し、乙女の着替えを覗き見たのだ。命をもって償うのは当然だろう。まさか知らなかったけど。わかった。それは信じてやろう。だがやはり、それどころとは話が別だな。ここがどんな建物なのかを確認しなかったのは、どう考えてもお前のミスだ。いきなり窓から入ってくるような真似は非常識極まりないし、わざとじゃなかったら何でも許されるわけではないというのもわかるな。お前にはお前の言い分があって、私は私で、このままでは怒りが収まらない。変質者とはいえ、聖堂館の生徒なのだろう。そうか、私はユリス。グリューエンローゼことユリス・アレクシア・フォン・リースフェルトだ。不当の証たる赤連の名のもとに、我ユリス・アレクシア・フォン・リースフェルトは何時天霧綾人への決闘を申請する。お前が勝てばおとなしく引き下がってやろう。だが私が勝ったらお前を好きにさせてもらう。悪い話ではないと思うが。そうだ、それでいい。悪いが容赦するつもりは毛頭ないぞ。覚悟するがいい。
悪いけど勝たせてもらうよ。覚悟はいいか。今だ。これでも食らえ。咲き誇れアマリリス。今度は外さん。外ろ。そのような手に騙される私では。うわっ、なんだお前は。ササミよ。おい貴様、一体どういうつもりだ。子供のように決闘を邪魔すると。どうもこうもない。私が突き飛ばしてなかったらリースフェルトは矢に差し出しにされていた。やったと。一体何を言っている。気を取られていたとはね。なんたる不覚。ササミ、礼を言うぞ。どうお礼ならアヤトにも言うべき。しかし先ほどから名前で呼び合っているが、まさかお前たち知り合いなのか。私、聞き覚えのある声が聞こえたから。だからこうしてお布団の魔力に打ち勝ってやってきた。いくら変わってもアヤトの声はアヤトの声。声変わり程度では私の耳はごまかせない。ないだろ。偶然か、もしくはただの思い込みだ。いいや、偶然じゃない。私がアヤトの声を忘れるわけがない。とはいえさすがにこの睡眠不足の顔は恥ずかしい。もう一度寝直してくるから、また後で会おう。アヤト、我々は決闘の途中だったというのも。そうだ、決闘の途中だったのではないか。何をこんなまったりと。さあ覚悟しろ。はいはい、そこまでにしてくださいね。この度の決闘は無効とさせていただきます。クローディア、一体何の権利があって邪魔をする。それはもちろん聖堂館学園生徒会長としての権利ですよ。赤蓮の壮大たる権限を持ってユリス・アレクシア・フォン・リースフェルトとアマリリ・アヤトの決闘を破棄します。これで大丈夫ですよ、アマリリ・アヤトくん。聖堂館学院生徒会長
クローディア・エイフィールドと申します。よろしくお願いします。おい、クローディア、いくら生徒会長といえど正当な理由なしで決闘への介入はできなかったはずだが。理由ならありますけど、彼が転入生ということはご存知ですね。彼には最後の転入手続きが残っています。つまり厳密にはまだ天桐彩人君は聖堂館学園の生徒ではありません。決闘は互いが学生の場合のみ認められています。だとすれば当然この決闘は成立しません。ところでユリス、フェニックスのパートナー探しは順調ですか？フェニックスのエントリー締め切りまで2週間、あまり余裕はありませんよ。分かっている。それまでに見つけてくればいいのだろう。あらあら、いえ、お気になさらないでください。これも生徒会長としての務めです。ああ、そうそう、それと私と彩人くんは同じ学年ですから、もっと砕けた喋り方で結構ですよ。はい、ですからどうぞ名前でお呼びください。クローディアで結構ですよ。クローディアです。ローディア。了解です、アヤト。いえ、こちらはただの習慣ですので、お気になさらず。はい、私はとても腹黒いので、せめて外面や人当たりはよくしておかないといけないのです。それが染みついてしまいまして。私のお腹と来たら暗黒物質を見立てて焦げつかせたものをブラックホールにぶち込んで黒蜜をかけたくらいには真っ黒ですから。さて、距離も縮まったところで本題に入りましょう。率直に申し上げますが、差し当たって我が聖堂館学園があなたに期待することは、フェニックスに出場して優勝することです。そうすれば我が学園はあなたの望みを叶えて差し上げましょう。それが現世で叶う望みであれば、どのようなものであれ。はい、そうです。もちろんこれだけということではありませんが、目先の目標としてはフェニックスの制覇です。そういうことになります。2週間以内にパートナーを見つけてエントリーを済ませておいてくださいね。あなたのお姉さん、天桐遥さんですね。かつて聖堂館に在籍していたとある女子生徒のデータが何者かによって抹消されていました。そのデータの一部は復旧することができました。これを見る限りでは彼女本人だと思われます。ただこれは試験になりますが、おそらく彼女はもうこの学年にはいないでしょう。なら良かったです。ところで、ハヤト、お姉さんが使っていたとおぼしきオーガリクスがあるのですが、興味はありますか？はい、オーガリクスは一般的な武装、公式武装とは違い、代償を伴うものもありますので、もちろん強制するつもりはありませんよ。
了解しました。それではこちらの書類に目を通していただき署名をお願いします。ありがとうございます。適合率検査はあさってに行います。それでは話はここまでにしましょう。手続きなんて何にも残っていません。あの場ではあれが一番効果的だったんです。ユリスはあれで根が真面目ですから、ルールを破ってまで決闘を続けることはしないと分かっていました。さてそろそろ修行時間ですし、このくらいにしておきましょう。が転入生の天霧だ。適当に仲良くしろよ。私は八津崎、てめえの担任だ。天霧、忘れんじゃねえぞ。そんじゃ次はてめえの番だ。ほらさっさと自己紹介しろ。よし、次は席だな。ああちょうどいい、火遊び相手の隣が空いてるからそこにしろ。遊び相手ですか。お前以外に誰がいるんだ。リースフェルト、朝っぱらから派手にやらかしやがって。こんな時期に喧嘩ふっかけてんじゃねえよ。天霧、さっさと席につけ。リースフェルトの隣の席だ。冗談。お前には借りができた。要請があれば一度だけ力を貸そう。だがそれ以外で慣れ合うつもりはない。よっ編入生、こりゃ振られたな。相手があのお姫様じゃ仕方ないさ。俺は矢吹栄志郎、よろしくな。あだ名っつうかなんつうか、正真正銘のお姫様なんだよ彼女は。およ、のお姫様だ。つまりプリンセス、リーゼルタニアって国の第一王女があのお姫様ってわけだ。ヨーロッパの王室名鑑にも載ってるぜ。そいつが商売なもんでね。これでも一応新聞部なのさ。おい、さっきからうるせえぞ。あまり転入早々いい度胸だ。次はないと思うよ。分かった。無駄話はこのくらいにしておくか。何かあったらいつでも聞いてくれていいぜ。
なさいです。急いでいるからって廊下は走っちゃダメでした。あの私は聖堂館学園中等部1年の東堂キリンと申します。決闘するつもりはない。なぜだ。はっきり言わないとわからないのか。キリがないからだ。私は貴様を三度退けた。これ以上はいくらやっても無駄だ。次は俺が勝つ。偶然まぐれが続いたくらいで調子に乗るなよ。俺様の実力はあんなもんじゃねえ。お前なぜここに。なんだてめえは。なあレスター、こいつ例の転入生だよ。なんだと。レスター・マクフィール、それと横の小さいのはランディ・フック。こんな小僧と戦っておいて俺とは戦えねえだと。レスターさん、これくらいにしておきましょう。あんまり騒ぎになるとまずいですよ。うるせえぞサイラス。てめえ天霧とか言ったな。おいユリス、てめえが決闘するに足る相手なんだろこいつは。なら俺がこいつに勝ったら。ほう、面白い。いいだろう。ただし貴様が勝てなかった場合には今後一切決闘に応じることはない。なんだ、転入手続きは終わったのだろう。それなら別段問題はないだろう。おい、つべこべ言ってないで始めるぞ。